ホワイトフレームと申します。よろしくお願いします。ピックさんは今年に入って初めてで、はい、ちょっと明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。去年の10月以来なので、そうそう、数ヶ月ぶりなんですけども、消費税上がった時に、ね、あ、駐車場が700円か770円ってずっとこうやってた時以来で、その770円のところにまた飛んできました。あ、ギターはヒロボヤンカイソさん。ボーカルは私、吉森美智子です。自分の名前忘れてる。ヒロボさんとは年齢が親子ぐらい離れていまして。そうなんですよ。母でございます。今年米寿をね、大正生まれなんです。そうそうそう、いや88だと大正ちゃうもん。大正じゃないや、バレてしまう。昭和でしたっけ。昭和一桁ぐらいの、ね、特殊メイクにちょっと時間かかりまして、今日は割と早くね、特殊メイク終わったんで早めに来れたんですけどね。やりましょうか。懐かしい曲とオリジナル曲を歌いたいと思います。2曲続けて聴いてください。
安心したところがあって俺もこんなか死んだって税金やな税金とかなかったんちゃうどうでしょうねでもあそうかちょっとわかんないですけどで関西に出てきてあの5分に1本電車が来るのがすごくびっくりで笑ってそうねあの JR の新快速私新幹線やと思った新は合ってる新は合ってるいやそれぐらい速いスピードで田舎の電車ってもうディーゼルだったんですけどあの電車じゃなくて列車だったので汽車止まりそうな感じ汽車でもそんな田舎に住んでいた頃の気持ちを思い出して作った曲を次に歌いたいと思います聴いてください夢の続き君の後ろ姿
ありがとうございました。イエス。唯一歌えるあの演歌なんですけど、ひろぼうさんはあの初めて演歌を何て言うんですかね、知ったなんて言うんですか、聞いたことの演歌って何ですか、ね、子供の時。子供の頃なんやろな、子供の頃家にレコードあったんだ、もう骨まで愛してっていう、知らんかな。骨まってっていう、めっちゃ早く早く、うちまあ親父が弾いたんだけどね、誰やったかな、ちょっと名前忘れてる、うん、ちょっと忘れてるけどね、それかな、演歌でもないんだけど、なんかそれの思い出が、初めて演歌を聞いたとき、あのうーとかあーとかね、あの拳が怖いなと思って、拳が怖い、なんか聞いてると怖くないですか、そう、うーとかあーとか、そうロックの方がうーあマイケル・ジャクソンもっと怖い、あれはかっこいいですか、かっこいいから、そうやないいですか、有名な曲を歌いたいと思います。初めて覚えた演歌です。
スケバンデカというのがあったんですけども、その初代の斉藤由貴さんが歌われていた白い炎という曲を英語名にしたのが私たちのユニット名です。今日は覚えていただけたら嬉しいです。なんか言いたくないことはないとかないんだけど、一応赤い服着てるでしょう。あ、今日言い忘れてごめんなさい。還暦を迎えまして去年11月に。すいません、紹介は遅れちゃって、うん、一応、還暦だもの、広文は僕の本名なんですけどね。息子からもらったんで一応、そうそう、61になるまでこれを着やなあかんねんことで、ね、夏場もそうそう、夏場も、夏場どうしようかなんだよね。多分夏場はやらないと思うんで、ライブは。そうなんですか。じゃあ、そんな感じでね。最後に聞いてください、白い炎。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おはようございました。また会いましょう。時風が夢を散った。